ゴルゴタの丘は、新約聖書において、イエス・キリストが十字架に貼り付けにされたと記されている、エルサレムの丘。サレコーベの場所とも言う。ヨハネによる、福音書では、ゴルゴタは、ヘブライ語で、サレコーベの場所という意味であると書かれているが、実際には、ヘブライ語ではなく、アラム語で、頭蓋骨を意味する、グルガルタあるいは、ゴルゴルタを移したものと考えられている。対応する。 ヘブライ語はグルゴレトである。ゴルゴタの名はマタイによる福音書とマルコによる福音書にも見える。一方でルカによる福音書ではギリシア語のみを記す。卓形図キリストを貼り付けにした十字架の根本にアダムの墓を表すサレコーベが描かれている。日本のカトリック教会ではラテン語のカルベリアから派生したカルワリオと呼ばれることがあり、 ラテン語より派生した英語のカルバリーは、プロテスタントの教会の名前によく用いられるが、ゴルゴタも、カルバリオも、カルバリーも、すべて、頭蓋骨、ドクロの意味である。日本ハリストス製教会では、教会スラブ語のから、ゴルゴファと転写される。名前の由来については、いろんな説が挙げられている。このサレコーの場所については、そこには、 アダムの遺体が葬られていると、ヘブライ人たちが言い伝えていることを、私は聞いた。これは、アダムによって、すべての人が死んでいるのと同じように、キリストによってアダムが蘇りすべての人が生かされる、ためである。オリゲニス、マタイ福音書中海モルゴタニと貼り付けにされる前の、キリスト四つの福音書から、イエスが処刑されたところは、エルサレムに近く、 人が通る道路の近辺にあることが伺える。ヘブライ人への手紙はイエスが門の外で苦難に遭われたとも述べている。実際には一世紀後半の修辞学者、クインティリアヌスの作と言われる大規模弁論集には我々が犯罪人を十字架につけるとき、大多数の人がこれを見て恐怖に怯えるためによく使われる道路を選ぶとあり、スパルタクスの反乱に参加した奴隷たちは、 アッピア街道沿いに十字架にかけられたという例もある。また、その周辺には、園があり、そこにはイエスが葬られた墓があるという。死体は、穢れたものという考えから、墓地は、町や村の外に置かれるのが普通であった。蒸気を踏まえて、ゴルゴタはエルサレムの城壁外にありながらも、市外からは、離れていないことがわかる。聖墳墓教会内のカルワリオの岩ゴルゴタは、 丘あるいは山と称されることが多いが、聖書にはイエスが十字架にかけられた場所が丘であるとは記されていない。むしろ、ヨハネによる福音書等から、ゴルゴタは特定の丘の名前ではなく、イエスが処刑されたところとその墓のあるそのを含む一体の地名であることが推測できる。カルワリオの岩の上にある宝座元々はこの岩は露呈しており、上には十字架が立っていた。 ゴルゴタを小山とする最古の記録は333年に書かれたボルドー出身の巡礼者のボルドー巡礼記だが、ゴルゴタ王かあるいは山と一般的に考えられるようになったのは6世紀以降である。一説では、この認識が広まったのはコンスタンティヌス一世によって創建された聖、墳墓教会の中にあるカルワリオの岩と呼ばれる昇級が原因であるという。この地に、 ウェヌス神殿があった時代岩の上にウェヌス像が置かれていたが教会が建てられた時に異教に対するキリスト教の勝利の印としてこの像に十字架が取って変わった。やがてイエスが貼り付けにされたのはこの十字架の岩の上であると信じられるようになりそこからゴルゴタ王家とみなす通説が生まれた。ゴルゴタ王家とする認識が普及するにつれて これを、創世記に見られる森や山と同志する説も現れた。実際には、キリスト教の教義においては、アブラハムの子であるイサクの反罪は、神の子であるイエスの十字架上の死の世方と解釈されている。では、エルサレム神殿が建てられた丘は、森や山であると言われている。ゴルゴタの所在位置については、諸説がある。ゴルゴタに否定される、採石上ゴルゴタを、 城内の聖墳墓教会の境内にあるとする説がある。132年から135年まで続いたバル、国場の乱の後、ハドリアヌス帝によってエルサレムがアエリアカピトリナとして再建された際に、この場所にウェヌスを祀る神殿が建てられていたが、現地のキリスト教徒はその神殿の境内にはイエスが、貼り付けにされた場所と葬られた墓がある特典で、伝えた。 326年に、コンスタンティヌス帝の母ヘレナがアエリアを訪れた時、神殿敷地でイエスの墓に否定される墳墓とその宅景に使われた、聖十字架と聖釘などの繊維物を発見し、そのきっかけでこの地に教会を建てたと言われている。4世紀当時の聖墳墓教会平面図発掘調査によって、この周辺は、紀元前8世紀から、 紀元前1世紀まで石灰岩の石切り場として稼働していたことが明らかになった。1世紀に入ると廃校となって岩壁に数基の墓が掘られ、コードが敷かれ、二十歳として利用されたとみられる。戦術の通り、ユダヤの伝統では城内に死者を葬ることが禁じられていたため、墓地となったこの石切り場はもともとエルサレムの町の外にあり、 後に城壁が拡大された影響で街の中に一致することになったと推測される。この考古学的知見はイエスが埋蔵された墓は城外の園にあるというヨハネによる福音書の記述と一致する。カルワリオの岩の一部なお、カルワリオの岩が現在の形に整えられた時期についてはいろんな説があり、現地が石切り場であった時代、もしくは ウェノス神殿が建立された時、あるいは教会が建てられた児童が挙げられている。また、元々は近辺の墓に付属する異霊塔の跡とする考えもある。いずれにせよ、岩の頂上はあまりにも狭く、その傾斜が険しすぎて簡単に登れないため、イエスと彼と共に処刑された二人の犯罪人の十字架が、ここに建てられたとするのは無理があると指摘されている。そのため、 聖墳墓協会とその周辺をゴルゴタと認める学者の中でもイエスが十字架に貼り付けにされた場所はこのカルワリオの岩の上ではなく別のところにあると想定する人がいる。考古学者のジョアン・ E ・テイラーの説ではイエスの十字架が建てられたところはカルワリオの岩の南約200メートルの縄文と街道に近い位置にあるとされている。一方で同じ考古学者のシモン・ギブソンはイエスが 岩のすぐ近くに処刑されたとしている。殿の墓近くのサレコーベの丘人の顔、ドクロに見える部分エルサレム内城の北にあるソノの墓付近のサレコーベの丘をゴルゴタとする説もある。聖墳墓,墓教会は城内にあることから、それをゴルゴタとする伝統を疑う説は16世紀から現れたが、提唱者はほとんどプロテスタントであった。聖書地理学の父と言われるエドワード・ロビンソンが、 自著、パレスチナにおける聖書研究において、聖墳墓,墓教会内のゴルゴタと墓は、我が種の十字架上の死と復活が起こった場所では、ないという結論に至ったと断言し、本当の場所は西あるいは、北へ向かう街道のどれかにあるという大案を提唱した。北城壁から見る、サレコーの丘一帯ロビンソンの研究に基づいて、ドイツの聖書学者、 夫をテニウスは1842年にダマスカス門の近くに位置するエレミアの洞窟と呼ばれる人工洞窟のある丘の一方がサレコ戸ベに見えるため、これこそがゴルゴタの丘であるという説を唱えた。テニウスの説はイギリスのヘンリー・トリストラムやクロード・コンダーラによって支持された結果、イギリスとアメリカのプロテスタント界隈において認識されるようになった。 宗教史やのエルネストルナンや、エルサレムに在住したドイツ出身の建築家、考古学者のコンラートシックもこの説を受け入れた。チャールズ・ゴードンこの説の支持者の中で最も知られているのは軍人チャールズ・ゴードンである。1883年にエルサレムを訪れて、コンラートシックらの見解に触発されたゴードンは、独自の聖書の解釈を根拠に、サレコ戸ベの丘は、 ゴルゴタであるに違いないと確信して、さらにその近くに発見された洞窟墳墓をイエスの墓に否定した。太平天国の乱やマフディ戦争で活躍し、国民的英雄となったゴーオードンの影響で、サレコーベの丘をゴルゴタとする説がより一層広まり、丘はゴーオードンのカルバリーとも呼ばれるようになった。なお、この丘をゴルゴタに否定する人の中でもゴードンが、 イエスの墓とした墳墓をそうであると認めない者もいた。クロード・コンダー自身はこの墓が1世紀の墳墓とあまりにも異なるため12世紀のものであると主張し、ゴードンをパレスチナ考古学に精通していなかったと批判した。一方で1970年代に考古学者のガブリエル・バルカイによって行われた調査で、この墓は紀元前8.7世紀頃に作られ、 5世紀から7世紀頃に再利用され、さらに十字軍時代にロバの小屋として使われたことが分かった。いずれにせよ、4つの福音書では、誰もまだ葬られたことのない新しい墓と言われるイエスの墓に否定することは難しいと考えられる。これに対して、そのの墓を経営する団体、エンの墓協会は、この場所が本当に、 イエスの死及び復活の場所であったかどうかは分からないが、その出来事を想像する助けになることだろうという胸の見解を述べている。サレコーベの丘の前には現在バス停がある。2015年に大雨の影響でサレコーベの花の部分が崩れてしまった。オリーブ山ゴルゴタをオ,オリーブ山のふもとにあるとする説も存在する。実際には新薬外店とされるピラト行伝では、 ゴルゴタがイエスが逮捕された月瀬真似のそのと同一視されている。近年では著者のアーネスト・エル・マーティンや聖書学者のジェームズ・テイバーがこの説を提唱したが、支持者は極めて少ない。他にはエルサレムの南にあるヒノムの谷に位置するという見解もある。これらの説についてシモン・ギブソンは、これらの提案は考古学にも歴史にも支持されていないと述べている。 十字架群像ヨーロッパでは、イエスの受難の出来事、あるいは、それが起こったと言われる場所を再現する山や丘にある、境界群は、カルワリオの丘と称されることがある。また、西ヨーロッパの一部では十字架上のイエスを中心と、する群像は、中世から近世にかけて、孔の場に建てられ、これらも、カルワリオと呼ばれている。なお、スペインやポルトガルではこの類の群像は、クルセロ、 または、クルゼロと呼ばれる。ありがとうございます。